今年の夏はこれで決まり。三人の秘密レシピで作る究極のビアボール。やっぱりまずはアセロラで試してみよう。美味しいカオビアボ棒乾杯翔くが推してるから今日もアセロラビアボールにする。夏の夜空に光校と輝く花火。その光が照らすのはただ美しい景色だけじゃない。そこに集う人々の笑顔、そして 誰かの心の奥底に眠る青春の記憶。それはまるであの夏の夜空に打ち上げられる花火のように一瞬の輝きの中に様々な感情が凝縮されているかのようだ。夏が近づくと多くの人が思い出すのはビールを片手に楽しむひとときではないでしょうか。暑い夏の夜、涼しい風に吹かれながら花火を見上げる瞬間にぴったりな飲み物、それが ビアボールです。今年、ナンバーアンダーライン愛の3人が送る、夏のナンバーアンダーライン1ビアボトークでは、そんな夏の夜を彩る新しい楽しみ方が紹介されています。ナンバーアンダーライン1ビアボトークの第1弾、テーマは、夏。ナンバーアンダーライン愛の3人が語る夏の思い出は、まさに、そんな花火のような、それぞれの個性と魅力を放ち、 私たちの心に温かい光を灯してくれる。ビアボールとは、ビールを炭酸やフルーツジュースで割ったカクテルのことです。ビールの苦味を和らげつつ、フルーツの爽やかな風味が加わることで、夏の暑さを吹き飛ばす一杯になります。特におすすめなのが、アセロラビアボールやレモンビアボールです。アセロラの炭酸っぱさ、 レモンのさっぱり感がビールと絶妙にマッチします。夏といえば、やっぱり花火ですよね、と話すのは、太陽のような笑顔が眩しい平野翔さん。彼が選んだのは、情熱的な赤色が印象的なアセロラビアボール。アセロラって、なんか夏っぽいじゃないですか太陽のエネルギーみたいな。花火を見ながらアセロラビアボールを飲むと、 気分も上がりますよね、と彼の言葉からは夏の思い出が鮮やかによみがえり青春の輝かしい瞬間を思い出すような熱く力強いエネルギーを感じる。わかる。アセロラって甘酸っぱくて爽やかでまさに夏の味だよね。それに花火って儚い美しさがあるじゃないですか。アセロラビアボールもちょっとだけ酸味があるから 花火の儚さを引き立ててくれる気がするんだ、と、優しい眼差しで答えるのは、岸優太さん。彼の言葉からは、夏の夜空に静かに流れるような優しい時間が感じられ、青春の甘酸っぱい思い出に浸りたくなるような穏やかな温かさを感じる。一方、僕は、レモンビアボールかな。爽やかで、夏らしいんだけど、 ちょっと大人な感じがするところが気に入ってます。レモンって夏の暑さを忘れさせてくれるような清涼感があるじゃないですかそれにビアボールって自分好みにアレンジできるのが楽しいんですよねと静かに語る神宮寺ゆうたさんの言葉からは夏の夜の静けさの中に凛とした美しさを感じ青春の切ない思い出に浸りたくなるような 洗練された大人の魅力を感じる。三人の個性豊かな夏の定番ビアボールはまるでそれぞれの花火のように違った顔を持つ夏の夜空を彩っている。平野さんのアセロラビアボールは情熱的で勢いのある青春時代を象徴しているかのよう。岸さんのレモンビアボールは優しくて穏やかな夏の夜を思わせる。 神宮寺さんのレモンビアボールはクールでスタイリッシュな夏の夜を表現している。ナンバーアンダーライン1ビアボトークでは3人の夏の思い出とともにビアボールの魅力もたっぷり紹介されている。ビアボールはお酒が苦手な人でも楽しめる手軽で美味しい飲み物。様々なフレーバーを組み合わせることで 自分だけのオリジナルビアボールを作ることができるのも魅力の一つだ。例えば、アセロラビアボールは、アセロラジュースとビアボールを混ぜるだけ。簡単に作れて、爽やかな甘酸っぱさが夏にぴったりだ。レモンビアボールは、レモンジュースとビアボールを混ぜるだけ。爽やかなレモンの香りが、夏の暑さを忘れさせてくれる。ビアボールは、 お酒を飲むだけが楽しみ方ではない。ジュースやソーダ、アイスなど様々な組み合わせを楽しむことができる。三人のトークを聞きながら自分だけの夏のビアボールを想像してみよう。例えば夕暮れ時のビーチでアセロラビアボールを片手に打ち上げられる花火を見上げる。爽やかな風と甘酸っぱいアセロラの香りが夏の夜空に溶け込む。 あるいは賑やかな屋台でレモンビアボールを飲みながら友達と楽しい時間を過ごす。レモンの爽やかな酸味が夏の暑さを忘れさせてくれる。ナンバーアンダーライン1ビアボトークはただ単にビアボールを紹介する番組ではない。3人の飾らないトークを通して夏の思い出、青春の輝き、そして人生の大切な瞬間を 改めて気づかせてくれる番組だ。彼らの言葉はまるで夏の夜空に打ち上げられた花火のように私たちの心に深く響き忘れかけていた大切なものを思い出させてくれる。例えば平野さんが語る花火って一瞬で終わっちゃうけどその一瞬の美しさに心を奪われるよねという言葉は人生の儚さをそして その儚さの中にこそ美しさを見出すことの大切さを教えてくれる。岸さんが語る夏の夜空ってすごく綺麗だけど同時にすごく寂しい感じがするよね。という言葉は青春の終わりをそして過ぎ去った時間の尊さを教えてくれる。神宮寺さんが語るビアボールって自分好みにアレンジできるのが楽しいですよね。という言葉は人生の自由さ、 そして、自分らしく生きることの大切さを教えてくれる。ナンバーアンダーライン1ビアボトークは、ビアボールという飲み物を媒介に、3人の個性と魅力、そして、青春のきらめきを届けてくれる、温かくも力強い番組。彼らの言葉は、私たちの心に、温かい光を灯し、忘れかけていた青春の記憶を呼び覚ましてくれる。 ナンバーアンダーライン1ビアボトークをきっかけに、あなたも自分だけの夏のビアボールを見つけて、忘れられない夏の思い出を作りませんか第2弾以降のテーマも楽しみだ。秋の夜長に、3人がどんなビアボールを紹介してくれるのか、どんな思い出を語ってくれるのか、今からワクワクが止まらない。秋の夜空には、夏の夜空とはまた違った美しさがある。 静かで、少しもの悲しい、そんな秋の夜空に、三人はどんなビアボールをチョイスしてくれるのだろうか。そして、どんな青春の物語を語ってくれるのだろうか。ナンバーアンダーライン1ビアボトークは、ビアボールという飲み物を媒介に、三人の個性と魅力、そして、青春のきらめきを届けてくれる、温かくも力強い番組。これからも、 彼らのトークを通して夏の夜空のように美しくそして力強く輝く瞬間を私たちはきっと見ることができるだろう。ビアボールは夏の夜を彩る最高の飲み物です。ナンバーアンダーライン愛のトークショーを参考に自分好みのビアボールを作ってみましょう。アセロラやレモン、メロンソーダなどバリエーション豊かなビアボールを楽しむことで 暑い夏も爽やかに過ごせます。そして家族や友人と一緒に新しいビアボールを試してみることで夏の思い出が一層深まることでしょう。さて皆さんに質問です。あなたが今年試してみたいビアボールはどれですかまた新しいビアボールのアイデアがあれば教えてください。夏の夜にぴったりな あなたのオリジナルビアボールをぜひ共有してください。夏の夜を楽しむためのビアボール、ぜひ試してみてください。どんな味わいがあなたの夏を彩るのか楽しみにしています。あなたはどんなビアボールで夏の夜空を彩りますかそして、あなたにとってのナンバーアンダーライン1ビアボトークはどんな思い出を彩ってくれますか